皆さん、こんにちは。第100回箱根駅伝は3日、復路が開催され、青山学院大が大会新記録の10時間41分25秒で2年ぶり7度目の総合優勝を飾りました。フレッシュグリーンのタスキをつけた走者が笑顔で大手町のフィニッシュに飛び込んできました。駒台一強と言われた今大会で、青学大が大会記録を2分以上も更新する驚異的なタイムで2年ぶりの王座奪還。原進監督も今回は勝てないと思っていたと驚き、まさかの栄冠だったようです。今回は青山学院を大会前に襲った不運、青山学院大学が優勝できた理由、他大学監督との確執について見ていきたいと思います。主力3人が陸上界トップのスピードを持つ駒大の牙城は高かった。昨季の学生駅伝3冠から今季も昨秋の2大会を圧勝しました。青学大も11月のマーチ対抗戦で自己ベストが続出したとはいえ、最高が佐藤一世の28分11秒0、トラックのタイムでも駅伝の結果でも勝てていませんでした。しかも昨年11月末からはインフルエンザで次々と主力選手が倒れました。絶望的な状況に8割本音、2割はそんな状況なのに、選手たちが優勝優勝って言っていて気負いをなくしてあげたかったと原監督は昨年末、我々は準優勝でいいと弱音とも取れる発言を口にしました。ただその後の選手間の話し合いで、メンバー外となった4年生が最後までしっかり箱根駅伝を戦ってほしいと訴え、チームは結束。インフルかも選手にとっては良い休養期間となり、結果的には箱根での爆発力を出す要因となりました。3区で逆転した往路の勢いを消さないよう、復路は山下りの6区で野村明夢が最初から突っ込みました。自分の仕事は2位との差を広げること、想像以上に離せたと駒大との差を4分以上に広げ、逆転の可能性を縮小させました。復路5人全員が箱根駅伝初出場ながらスムーズに流れ、2位の駒大に6分35秒差をつける快勝でした。各大学の箱根駅伝への強化が進み、2018年に青学大が4連覇を達成した後は連覇がありません。原監督は今日中にもう勝つのは難しいかな、時代は作れないのかなという思いもよぎると言いますが、新たな時代の到来も期待できる勝利でした。史上初、2年連続の大学駅伝3冠に王手をかけていた駒沢大、今季の出雲と全日本は全区間でトップを走り続けてきました。藤田監督は仕上がりもオーダーも完璧、唯一不安要素があるとすれば、今季は相手の背中を見て走ったことが一度もないことと言っていました。つまり追いかけるレースを経験したことがなく、箱根で初めて直面してしまいました。そうなると駒沢の選手たちは青学大とのタイム差を縮めるために突っ込んだ走りをするしかなく、後半にかけきつくなっていくレースをせざるを得なかったのです。逆に青学大の選手は突っ込む必要がなく、自分のペースで悠々と走れたわけです。先頭を走るメリットはこれだけではありません。中継車が風よけになるため走りやすく、自分の顔と走りが全国のお茶の間に流され、実に気分よく走れるわけです。特に青学大は先頭を走るともう手がつけられないほど強いですからね。とどめを刺したのが山下り、6区スタート時点で両校の差は2分38秒、復路の最重要区間になるだろうと思っていました。青学大野村明夢選手が区間2位の快走に対し、駒沢大帰り山雄大選手は区間12位。ここで完全に勝負がつきましたね。大会前は駒大一強と言われながら、青学大はいかにして王座奪還を果たしたのでしょうか。そしてこの優勝タイムがいかにすごいタイムなのか、数字から紐解いてみました。大会新記録、2位に6分35秒差と青学大の圧勝ぶりが目立った100回大会、青学大は区間賞5人、区間2位3人、区間3位1人、区間9位1人とほとんどが区間上位でした。さらにライバル駒大に区間順位で負けたのは1区のみ、戦前の予想を覆す圧勝劇でしたが、実際にどれだけすごいタイムだったのでしょうか。各区間の青学大のタイムと青学大以外の最高タイム、つまり青学大が区間賞を取った区間は区間2位、それ以外は区間賞のタイムを合計してみると青学大の方が13秒早かったのです。つまり数字上ではありますが、
青学大以外の大学が束になっても勝てなかったことを意味します。それだけ今回の青学大は強かったのです。また今回の青学大の優勝タイムの1キロ平均は2分57秒、これを男子マラソンに当てはめると2時間4分40秒となり、鈴木健吾さんの日本記録を6秒上回ることになります。箱根は1人がハーフマラソンに近い距離を走るから一概には比較できませんが、山登りがある箱根でこのスピードは驚異的であります。今回の駒大は史上最強と語っていた原監督、その言葉に偽りはなかったでしょう。選手個々のスピードを見れば駒大に分があったと思います。しかしロードレース、さらに団体競技の駅伝ではその能力が必ずしも発揮されるとは限りません。だから原監督は駅伝男、駅伝力といった言葉を使い、駅伝で力を発揮する選手を評価します。今回の圧勝劇は原監督の下で選手たちが培ってきた駅伝力の賜物でしょう。結果、史上最強だったのは一強と言われた駒大ではなく、ここ2年苦汁を舐めてきた青学大でした。最後に駒澤大学監督との確執について見ていきたいと思います。2015年11月1日に行われた全日本大学駅伝で大学駅伝3冠を狙った青山学院大が優勝を逃しました。27秒差の2位で襷を受けた青学大のアンカーは3代目山の神こと神野大地。大逆転が期待されたものの、逆に優勝した東洋大に1分4秒差に引き離される惨敗でした。優勝した東洋大はこれまで箱根駅伝を4度制していましたが、全日本は初優勝。坂井利之監督は強い青学大に勝つには 100% 以上の力を出し切るしかなかったと涙で選手たちを称えました。この涙には優勝した喜びとともに、盟友と誓った約束を果たした充実感も込められていました。その盟友とは5連覇をかけて全日本に臨み3位に終わった駒澤大、大八木弘明監督です。年こそ離れていますが、共に駅伝が盛んな福島出身。坂井監督は同郷の大先輩である大八木監督について常々憧れの指導者と公言してきました。大八木監督も若いながらも着実に結果を残す坂井監督を認め、親交を深めていると言います。情報交換のために頻繁に会っていると聞きます。駒沢大から近い三軒茶屋の大八木監督行きつけの居酒屋で飲みながら駅伝論を熱く語り合い、興奮してくると福島弁バリバリになるそうですとスポーツ紙記者は語ります。そんな2人の史跡で苦い魚となっていたのが青学大でした。2人とも青学の強さは認めつつも絶対に勝たせたくないと言い合っている。2人の話題はいつもどうやったら青学に勝てるかみたいです。坂井監督と大八木監督は全日本直前の2015年10月22日にトークイベントを行ったのですが、そこでも打倒青学大という言葉が繰り返されていたといいます。箱根駅伝優勝6度の駒大、そして4度の東洋大、名門2校の監督が2015年初優勝したばかりの青学大を敵視する理由は青学大を率いる原晋監督にありました。箱根優勝以降の原監督のビッグマウスに憤りを覚えているんです。他大学の存在を無視するかのように、今年のメンバーは青学史上ではなく学生駅伝史上最強の集団などと豪語。それが2人をはじめ他の監督たちの耳にも入っていて、青学だけには負けないと一致団結していたようです。箱根駅伝とは無縁、就職した会社の陸上部では怪我の影響でクビになるなど陸上界では日陰を歩んできた原監督が、サラリーマンを経験した後に青学大という弱小校の監督に就任し、箱根駅伝優勝まで導いたサクセスストーリーは多くの人々の関心を呼びました。一躍時の人となった原監督はテレビや講演会に引っ張りだこになり、出版した自叙伝も話題になりました。大学陸上界でバラエティ班は私だけでしょう、それを強みと思っています。選手は男前しか取らない、営業マンの経歴を生かしたメディア受けする発言や従来の常識にとらわれない行動も注目を集めました。バレンタインデーには学内でバレンタイン駅伝を開催しました。100人近いファンを集め選手と触れ合う機会を設けるなど、原監督は話題を提供し続けた。他にもイケメンと評判の選手の握手会を開催したりするなど、バラエティ路線には異論も出ていました。
そんなムードの中で幕を開けた大学駅伝シーズンの初戦、出雲駅伝。10月は青学が優勝。そこでの原監督のコメントが火に油を注ぎました。負けたら松代までの恥という覚悟で臨みました。選ぶのが大変だった。2チーム出させてほしい。1、2位を取れた。この発言には酒井、大八木亮監督も我慢ならなかったようです。陸上専門誌のライターが明かします。2人とも他大学で頑張っている選手たちをバカにしていると怒り心頭でした。特に酒井監督は、青学大に隙がないわけではない、簡単に勝たせたくはないと公の場で口にするほど悔しがっていた。さらに全日本直前には、報道陣の囲み取材に応じた原監督がこんな発言をしていたといいます。原監督は、これは書いちゃダメだよと前置きして、素人の僕が3冠取っちゃったらどうなんだろう、他の監督はどんな指導をしてるんでしょうねと大勢の記者の前で言ったんです。記事にはなりませんでしたが、他の監督たちの耳には入っているはずです。こうして迎えた全日本では、前述の通り東洋大が優勝、駒沢大は3位でした。その駒沢大の大八木監督の表情は何とも妙でした。5連覇を逃した大八木監督は悔しがっていると思っていたんですが、結構ニコニコしていて、どっちかがやってやろうと話していた、よくやったと東洋大を称えたんです。それほど青学には優勝させたくなかったんだと感じました。大八木監督は三大学生駅伝を何度も優勝していますが、まだ3冠だけは達成していない。ポットでの原監督に簡単に達成させるわけにはいかないと思っていたのでしょうね。いかがだったでしょうか。今回は原監督、青山学院大学について深掘りしてきました。今年の箱根駅伝、皆様は応援していたでしょうか。とても見応えのあるレースで面白かったですね。原晋監督はバラエティなどでも活躍されていて、とても有名な方ですね。原監督、青山学院大学を応援しているという方はコメントお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。